ということで今回のお題は正月何してたもう俺ちょっと思い出すわ。何してたの？先喋ってていいよ。タオは毎年恒例なんだけど、実家に行っておせちを食べるってやってるんだけど、おせちが普通のおせちじゃないの。というと、なんかね、流行りのムーブーおせち。そういうこと。日本酒。シャンパンか。日本酒なんだ。シャンパン。洋風だったからね、今年はね、シャンパン。去年は日本酒飲んでた。家庭ですね。初売りは行った。何の模型屋。やっぱりすごかった。えでもみんな並んでる、並んでるっていうか、いや人は痛めたわ。あすごい痛めた。目的のものは買えたの？目的のものなんか何があるか分かんないから、とりあえず行ってみたら絵もあるやん。何買った？三連星のドンブかもしれない。足太いやつ。足太いやつ。黒いやつ。目が一個です。こう動くやつでしょ。なんか三人で。多分ね、嘘ってないかもしれない。読んじゃう。俺ね、今ね、何したか思い出せなかったから、スケジュールとか見てたんだけど、どうやら多分俺は、お笑いの番組とかテレビでずっと見てた。面白そうとか、年末は。あと、なんか、騙されたと思ってみた、アマゾンプライムの番組が面白かったからそれを見てた。なんてやつ？バチラー。それは何？全部見た。そう、そのシーズン、俺が見たのシーズン4なんだけど。 4? なんか最初なんか、全然面白くないわって思ったんだけど、なんかその主人公の男、さ、なんか一人だけの、そうそう、ハオハオっていうのが中国人だし、女の銅像が面白い。いや、男が結構クズな感じ。あれ？なんか一番面白いのが、うん、職場の近くに伊勢丹、新宿伊勢丹に、そのハオハオっていう主人公が、何？ショップのなんか何？ポップアップストアに開くって来ますみたいな。言ってたから、はい。はい、ということでライブ告知します。来たら、2月の12日土曜日ですね。我らがホームのようなホームのようなホーム、横浜セブンサーテンにて、企画ライブをやります。イエーイ、どんどん頑張る。今回はね、ちゃんとただのブッキングライブですね。私がね、毎月のようにやっている、セブンスでやってるアコースティックライブがありまして、アコースティックって言ってもマイクとかも用意されてるので、生声と、生ギターでやるアンプラグドライブを開催してまして、それの出てるメンツのバンドバージョンということなので、今回のイベントタイトルは NOT アンプラグドコンプネーションというイベントでございます。はい、普通にバンドのライブイベントですけど、普段のアコースティックやってる仲間たちの本業であるバンドを集めてイベントを開催しますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。どんどん声出せ。バイバーイ。